ケンゴ、ボール止まってないぞ。これ、ケンゴさんもショックを受けたという。本当は実は、ケンゴさんのボールは止まっていたんじゃないか説っていうのをちょっと考えてみます。だからそれはどこに合わせるかだよね。時間軸。中村健吾っていう選手が技術が高いのも知ってたし、自分がそこの中に入ってみないと外から見てるのと全然違うんでわからないんだけど、健吾が中心だってすぐわかるよね。わかったよね。トップの技術を持ってる選手だと思ったからこその、もちろん声掛けなんだけど、でもだから健吾の時間が決まらないと、他の人の時間は決まらないわけですよ、最初は。だから時計合わせで健吾の時間ではまだ遅かった。うん、それから健吾を、軸、として動かせばね、チームは変わるっていうことが多分その、まあ、一番初めにすぐに目に入ってきたことで、だから技術っていうのはもう時間合わせなんで、なぜかといえば僕自身の時計をそこに言っても通じないじゃん。例えば見本見せたとしても、でもすぐできる人間が中村健吾という人間がいると。実際やりだしてから俺健吾にすごい細かくは言ってないよね。言ってないですね。でも衝撃的でしたけど、だ今でもその時のその朝尾グラウンドで言われた光景とか結構覚えてるんですけど、止めて蹴るの練習をしてるときに、なんだお前止まんねえな、みたいな。はいはいはい。まあまあ止まる方だなって自認してたんで、その時も。はいはいはい。まあ、32になる年でしたから、うん。まあ結構自分の中でもこだわっていましたし、けどそれが止まってないって言われた時の、あの高揚感は、風間さんの中で止まってないって言ってくれた人が現れたおかげで、ちょっともうじゃあ止めてやろうって、よりこだわるわけですよね。で、自分ではここまででいいと思ってたものを、いや、そうじゃないよっていう、ここだよっていう人が現れたから、いや、ここに向かうしかないじゃないですか。でも、じゃあ止まってるねって風間さんから言ってほしくて、結構ひっちゃきになって真剣にやってましたけどなって。でもその後俺が結構言わなかったじゃん、そんなに僕は。はい、言わない。なぜかってもうすぐ心がけてやってるのは分かったし、中村健吾って人間は、の速さっていろいろあるんだよね。はい。うん、だから、ただ足がまっすぐ走るのが速いっていう人とか、復元力が速いとかね、倒れて起きるのが速いとか、そういういろいろあるわけよ。動体知力が速いとかね。やっぱり俺すぐ思ったのが、やっぱり健吾の速さっていうのは柔らかさなのね。届くとこまで、届くところが広いってこと。だから普通の人だったら、それだったらもう一歩進まないと蹴れないけど、健吾の場合柔らかいからそこ届くんだよね。それをみんなの軸にしてしまうと、みんなはそれはできない。そうするとみんなその時間っていうことにしちゃうと全然狂ってくるでしょ、時間も、うん、だから止めてから蹴るまでの健吾の時間で、健吾はその中で調節できるわけ。健吾はこの前 どっかの番組でやってたんじゃない、ヨシトのアシストしたゴールが良かったみたいな、あれもボールはピタッて止まってるんだよね。だから止まってるからもう止まることが分かって、ヨシトはボール見ないで走ってるよね。それで来るなってい もう時間があるわけ、ヨシトも健吾なら。で健吾はそれをそれの間の中でボールさえしっかり止めてれば、あとは調整できるっていうこの幅があるわけです。ただボールがピタッと止まらなかったらそれはできないから、うん、そこのところで多分その時間合わせで初め言ったんだと思うね。健吾が全部見本見せてくれてたから、だからみんなも動く、最初は動くの矢島とかかだよね。ものすごい綺麗なゴール、最初のありましたね。短くて待ったよね、何回も。そこの時間合わせが相手には全くわからない。でも、健吾と矢島にはすげえわかってるっていう、その時間があって、うん、それがもっともっと緻密になってる。他の選手がみんな入って、うん、その間に優が入ってきたりね。うん、やっぱりその、健吾の能力っていうのはやっぱり抜群に高いから、そこのとこで時間、時計ちょっと変えただけで、速さがぐっと加わった。それがやっぱりチームの軸になってったというふうには僕は思ってます。本当にガラッて意識が変わったんですよ。だからそれを僕は今いろんなところで伝えてるんですけど、だからそこを漠然とやると結局先に進まないわけですよね。そこにこだわりを持ってもらわないと、その正確性っていうところですね。うん、正確なのが一番早いって風間さんは当時言ってて、まあ僕も今言いますけど、うん、最初若干何言ってるかよくわからなかったんですよ。ああ、わかる気するね。そう、あの、正確も早い。いや、正確なのはいいことだ。正確なのはいいことだっていうのは分かったんですけど、うん、それが正確なのが一番早いっていうのは結構当時。うんうん、けど、やっていくうちに、まあそうだなって。要は、アバウトなパス、例えば前にスペースちょっと出して、ちょっとずれて、うまくいかない。例えばうまくいったとしても、相手に寄せられちゃうとかっていうのは、うん、そういうのを感じてたんで、プレーで。けど、ちゃんと走る選手の足元、前足にピタッてつけてあげることで、触れないで入れ替わるっていうとか、そういうシーンとかも、そのトレーニングもそうだし、試合の中で重ねていくことで、あ、こういうことか。ピタッてこう進む、味方につけながらみんなで進んでいく。で、みんなが一回止めて、それが合図になって、受け手がまたそういう動きを出しをして、そこのまた足元にピタッてつけてっていう。それがトレーニングなんか出だした時からはもう早かったです。あ、これもう自分たち多分止まんないなって、本当にあの時思っ
だから。やっぱりサッカーの一番違いって速さだから。で、速さっていうのを言い換えると正確性だから。だからいかに正確にやるかだ。例えば、どこのチーム見たって、例えばヨーロッパのトップ見たって、まだ時間は縮まるからね。当たり前に。それは当然そうだよね。だからそれに、だからサッカーってまた面白いんだと思うんだけど、まだまだ、先、早くなっていくのは、まだまだ余地はあると思うんで、ね。そのグループの時間を早くするために、一番上にいる選手に対して、うん、ある意味こう、ちょっと挑発というか、刺激を与えることでグループ全体を引き上げようとする。だから、デブライネ、もしかしたらモドリッチ、めちゃ、風間さんから見ても技術はもう最高峰だなと思っても、それでも、それを基準するために、風間さんってもしかしたらそういうアプローチされるのかなとか、ちょっと聞いてみたかったんですけど。日本の場合は同じことしますよ。おなんか日本だから、うん。僕の言葉で喋れるから。でも向こうに行って、僕はそれやれるかってできない。そこまで言語がないから。なんでかったら、やっぱりその技術っていうのは、一つは言語化しなきゃいけないから。うん、で、定義づけして、言語化して、定義づけして、それで数値化する。うん、そうすると、すごく分かりやすくなるけど、まず最初のところで、それはできないもんね。そう、だから、例えばそこには多分通訳入っても難しいと思うから、自分の言葉で完璧にやれるんであればね。でも、ブラジル人選手、ケンゴさんも、その、うん、まあ、ブラジル人選手といっぱいいたじゃないですか。うん、で、やっぱり、風間語と言われるような言葉って、理解ってできてたんですかね。多分風間さんの言葉っていうのを通訳してるんですけど、多分それと同時に一緒に僕らってやってたから、うん、そう一緒にやりながらもう覚えていく。だから最初レナと最初出なかったんですよ試合、うん、出れなくて要は止まってないから多分、うん、レナともネットも出てないかな最初。出てないです。ネットも出てないです、はい、そうだからそこの要は基準っていうか、ボールが止まるで相手見る味方見るとかいうことができるようになってきて初めて入ってくるっていう。だからトレーニングの中でみんなでそこは突き詰めてやってたから、多分両方からのアプローチで多分彼らはそういう形を覚えていったのかなというふうに思いました。僕途中から風間さんのサッカーの通訳として働いてる実感も自分の中ではちょっとあったので今日は2年目3年目とかで新しく入ってきた選手たちがそういう僕らと一緒に練習をする中でどういう現象が起きてこの後どうなっていくかが読めるわけですよ。ボールが最初移籍してきた選手はみんなこのサッカー新鮮だからめっちゃうまくなるし楽しくなるんだけど、今度ボールが本当にちゃんと止まりだすと今度選択肢が増えてプレーが遅くなるんですよ一回。こう周りがヘイって言った時にけど他にも選択肢があるから遅くなって潰れる。でそれでこう飲み込まれちゃう選手も中にいたし、けどそれを乗り越えて要は一番最速で最善の判断ができる選手たちはこっちに入ってきて、で結局同じその時間でやれるようになっていくから、だからそれを悩みは、だからその最初のところから一個抜けた時なんですよ。要は、ボールが一回止まることで選択肢が増えちゃって悩むっていう。だけどそれに気づいてないんですね、本当は。彼らは。なんかうまくいかない。なんか、ボールが止まるようになったのにうまくいかないみたいな。それをちゃんと、要は悩み聞いた時に、それはこのサッカーをやってるとある過程だから気にするなと。だとにかく自分たちとの要求っていうところを、とにかくこうみんなでやろうっていうことを言って入ってくるっていう。そこが結構、当時多かったですね。うん、さすがよく分かってるね。